韓国南洋乳業創業者の孫でインフルエンサーとして知られるファンハナが執行猶予判決から1年半で再び拘束された。また、共に麻薬投薬したファンハナの夫は自殺し、知人は大怪我で重体であることが伝えられた。韓国 JTBC は猿なのか、ファンハナが拘束されたと報道した。報道によると、ソウル西部地方裁判所は逃亡及び証拠隠滅の恐れがあるとみて、拘束令状を発布した。容疑は執行猶予期間中の麻薬投薬だ。JTBC は情報提供者 A 氏の音声も公開。ファンハナは音声内で麻薬投薬の経験を打ち明けている。だが、警察の調査では知らぬ間に針を刺されたと陳述し、麻薬投薬した容疑で検察調査を受けることになった夫と知人の自殺、国内最大の売人との関わりもすべて否認した。一方、ファンハナの父親はインタビューを通して、南洋乳業との関係はないと明かした。父親は芸能人でもなく、政治家でもなく、財閥の孫と言われているが、私は離婚して15年間、あちらとは交流もしていないと伝えた。ファンハナの録音に登場する夫と知人は昨年10月に麻薬投薬容疑で検挙された。その後、夫は投薬自殺し、知人も自殺未遂を図り重体に陥ったということだ。ファンハナは歌手パクユチョンの恋人で南洋乳業創業者の孫として有名になった。ユチョンとは婚約まで進んだが、2018年に破局。その後ファンハナは麻薬投薬容疑で懲役1年執行猶予2年の判決を言い渡された。俳優ヒョンビン、熱愛を認めてから初めての近況写真が話題に。ソウルで今朝、氷点下 18.6 度。35年ぶりの最低気温を記録。韓国メディアも速報で報道。ミルク姫ファンハナ、夫の自殺ミステリーが韓国で話題。ファンハナはユチョンの元婚約者であり、韓国財閥 NAMIANG 乳業創業者の孫娘。ユチョンを芸能界引退に追い込んだ麻薬事件でファンハナに懲役1年、執行猶予2年の判決。彼女は執行猶予の期間中、新しい交際相手 B と一緒に麻薬を使用。昨年9月、B が幻覚症状が怖くなって警察に自首ファンハナと一緒に麻薬を使った。警察捜査の間、ファンハナが B との結婚届を提出。夫になった B が寝ているファンハナに勝手に薬物を注射したと陳述の保護。捜査官は B は麻薬の初心者なのにどうやって人に注射できるのか疑問。1、2月20日、B が警察に出頭、陳述を再保護ファンハナと一緒に薬物を使った。1、2月22日、B が死亡。遺書にはファンハナに麻薬を勧誘して申し訳ない。B の知人 A が SNS で今までの経緯を暴露。実はファンハナが B に対して婚姻無効訴訟と強姦罪まで被せようと準備中だったファンハナとその家族が B に罪を一人で被るように強要した。ファンハナが自害写真を SNS に掲載 A に高級外車を盗まれた。A との暴露戦。B の SNS に触発され、韓国でファンハナ拘束の請願運動が勃発。昨日、ファンハナが警察に拘束。警察は B の死が本当に自殺だったのか、捜査中。寝ているファンハナに B が勝手に薬物系を注射したとの内容は、2年前の警察捜査でファンハナがパクユチョンに対して主張していた内容と全く同じ。